にわ男子大橋和也、天然おバカキャラの新たな光と、ポスト平野仕様の期待。日本のエンターテインメント業界は、常に新たな才能と魅力的な構成を求めており、それが次世代スターの帯同につながっています。今回は、注目すべき新なにわ男子の大橋和也に焦点を当て、 その天然をバカキャラがポスト平夜仕様として注目を集めている理由に迫ります。26ケラ27日に生放送される24時間テレビでメインパーソナリティを務める大橋和也の素顔に迫り、彼の魅力に迫ります。大橋和也、エンターテインメント界の新たな星。大橋和也は、 小学生で子役タレントデビューし、その時からその才能を発揮してきました。彼はダンス、アクロバット、歌唱力など多彩な才能を持ち、関西のサービス精神を体現しています。彼の芸能界デビューから、異発ギャグやります。などといった関西らしいユニークな一面を、見せ観客を笑顔にしてきました。 しかし、一方で彼の天然ぶりも注目されており、アカシアサンマやクリームシチュー、サンドイッチマンといったお笑いマック人によって、その天然さが突っ込まれています。このコントラストが彼のバラエティ出演の魅力となっており、多くの視聴者を引き込んでいます。天然をバカキャラの魅力。大橋和也の魅力は彼の天然をバカキャラにほんのり漂っています。 身長160センチメートル大ながら、大食いとしても有名で、お弁当5個や回転寿司50皿といった驚異的なエピソードを持っています。さらに、高級焼肉屋でコースを完食し、さらに肉やライスを追加してしまうエピソードまであるほどです。この大食いキャラクターが、 テレビプロデューサーの佐久間信幸氏によって黄金の定食という深夜の飯テロバラエティに抜擢され一躍話題となりました。彼の天然さが視聴者に笑顔を提供しその魅力に引き込んでいます。ポスト平野仕様としての期待。近年、ジャニーズの天然キャラとして平野仕様がトップに君臨していました。彼の完璧なリアクションは 芸人と共演させても遜色ないと言われ、多くのファンから支持されていました。しかし、平野は2022年に金プリを脱退し、別のプロジェクトに参加しています。この空白を埋める存在として、大橋和也が浮上しています。エンタメライターの伊藤宮美奈子氏は、平野さんの気づいたイケメンなのにおバカキャラ枠にぴたりとハマるのが大橋さん。 この数年は視聴デバイスの多様化でビジネスをバカはユーザーから即見破られるようになってきているだけに天然をバカキャラのニーズが高まっています。と述べています。エンターテインメント界の逆風。現在、ジャニーズ事務所は性加害問題の影響を受け、一部のメンバーに熱愛報道があり、他のグループのメンバーにも様々なトラブルが起こっています。 しかし、その中で大橋和也の活躍に対する期待は高まっており、彼が新たな風をエンターテインメント界に吹き込む可能性が広がっています。なにわ男子の大橋和也は、その天然をバカキャラと多彩な才能で、今後のエンターテインメント界に大きな影響を与える可能性を秘めています。彼のポスト平野仕様としての期待が高まる中、 彼の明るい未来に期待しましょう。大橋和也の魅力とポテンシャルについてご紹介しました。彼の活躍が今後どのように展開するか楽しみで仕方ありません。エンターテインメント界は常に新たな才能を求めており、大橋和也がその一翼を担うことは間違いありません。彼の笑顔がこれからも多くの人々に幸せを運んでくれることでしょう。 お楽しみに。